山監督はじめ選手そしてファンの方々がメッセージを寄せてくれましたのでご覧いただきたいと思います。どうぞ大型ビジョンにご注目ください。寂しい気もしますが、ダルの夢をですね、僕らも後押しをして、応援していきたいと思います。アメリカでも精一杯活躍してですね、僕らはテレビでですね、ダルの投げる姿を一生懸命応援したいと思いますので、ぜひ活躍してください。頑張っていってきてください。レンジャーズ入団おめでとうございます。今年一緒にプレーできないのはすごい寂しいんですけど、メジャーで活躍しているダルビッシュを見るのが今からめちゃめちゃ楽しみです。はい。めっちゃ応援するから頑張ってくれ。ダルビッシュ投手、レンジャーズ入団おめでとうございます。まあ一年が。去年1年間準備ができて、まあ、いろいろ後回ししてくれて本当にありがとうございました。僕もダルに揺られていることを一緒してやっていきたいと思っているので、もうメジャー行っても頑張ってください。応援します。ダルに回したやつをありがとう。日本のスターから世界のスターに駆け上がっていく姿を間近でね見れるというのも非常に楽しみです。レンジャーズは本気で世界一を狙っているチームです。そのぜひ力になってですね、アメリカで一緒に頑張りましょう。まずはお世話になったファイターズにしっかり別れを告げて、そしてアリゾナで山口で元気な顔で会いましょう。待ってます。ダルビッシュ君、レンジャーの入団おめでとうございます。長くバッテリーを組ませてもらいましたが、これから先のこの野球人生でも君以上の球を投げるピッチャーはもういないと思います。アメリカで活躍している姿を見るのが今からも楽しみです。僕らファイターズも君に負けないように優勝できるように頑張りますので、これからも僕らをワクワクさせるようなピッチングをしてください。本当に頑張ってください。本当に良かったなというふうに思います。ただ、自分の夢としては一回スターティングメンバー表に、ダルビッシュ、本当に書いてみたかったので、ね、そういう思いが心の底からあります。一軍で活躍しだしてから、ずっと、いろんな話を聞かせてもらって、本当に野球界のことを考えてね、ああいうのを我々に話してもらうことは一生忘れないし、すごく感謝をしています。そんな、ダルビッシュが世界を牛耳る姿を本当に楽しみにしているという部分と、せっかくね、自分もいる方も計算してもらっていく中で、やっぱり一回一瞬になるかなというふうに思っています。なので、まあ、いつになるか分かりませんが、どの形か分かりませんけど、一回ね、ぜひ一緒に野球ができるように、今年も頑張っていきたいと思いますので、ぜひ今シーズンね、日本人のプレーがすごいんだというものを見せてもらいたいと思います。体に気をつけて頑張ってください。楽しみに見てます。頑張ってください、ね、頑張ってください。今の日本にとって星だと思います。本当のスターだと思います。活躍、お待ちしてます。ダルビッシュ頑張ってね。アメリカに行っても世界一のピッチャーになるように頑張ってください。応援してます。ダルビッシュさん、テキサスに絶対応援に行きます。もう行くって決めましたので頑張ってください。ダルビッシュさん、世界のエースになってください。ご札幌から応援しているので世界でも頑張ってください。ダルビッシュ投手、今までありがとうございます。ダルビッシュ大好き。頑張ってください。
鶴岡さん滑舌悪いなと冗談として、あの本当に皆さんから、特にあのファンの皆さんもメッセージをくれて、すごく嬉しいです。本当にファイターズにいてよかったなと思いました。ありがとうございました。それでは最後にファンの皆様へメッセージをお願いしたいと思います。2005年に入団して、いきなり、やっちゃいまして本当に自分も若くて、すごく最初の過ちを、ファンの皆さんが初登板の札幌ドームでヒーローインタビューで、温かく迎えてくれたことが、それからの頑張りに変えることができましたし、もう本当にこの7年間もうずっと本当に支えられっぱなしで、もうありがたい限りで、皆さんがいなければ今日僕はここにいないですし、本当に感謝します。これから最近環境も変わって自分がどうなっていいからも一家もさっぱりわからないし、でもこの7年間忘れずに、きっちり頑張って最終的にまたこれに戻ってくれたら来たら嬉しいなって混雑時の実現が危険ですのでお願いします。